関西本線 DD51 追跡作戦。効率よく列車利用で DD51 を見たい人向けへの動画です。車があれば駅から遠い場所に DD51 を見に行くことができますが、列車ですとなかなか難しいと思います。短時間で効率よく DD51 を記録できる作戦を2つ紹介したいと思います。作戦1、名古屋ビル群と DD51 DF200 10連を俯瞰する。近鉄で追っかけ、桑名駅で待ち伏せ。グローバルゲートから桑名駅までは近鉄がおすすめです。米野駅16時18分、富吉駅で乗り継ぎ16時54分、桑名到着。17時17分頃に通過する DD51 を待ち伏せします。線に笹島ライブ駅で名古屋ビル群と DD51 の組み合わせを見ます。そして快速三重9号で追跡、四日市駅で待ち伏せします。狭いグローバルゲートよりここで見る方がいいかもしれません。
急南紀5号 T8 号行きです。この列車は4両編成です。Thank you.